前回までのスパイシーボーイ。よし、僕は僕にできることをしよう。おい、獣人、お前の目的は何なんだ？なんで怒ってんだ？ママ探すために地球人を呼び出してる。でもあいつが邪魔した。うわ、なんだこれ、頭が、ママ、お前の母ちゃんが地球にいるのか？そう、話しかけてくれた。話しかけてくれた？きっとこの光から中に入れるはず。怖いけど。ほっ、浮いた浮いた。大丈夫かな？でももうわからない。頭の中がうるさい。外に出てしまったから。おい、大丈夫か？うるさい。うわうるさい。うるさい。うわうるさい。トム、ええ、真ん中置け。何やってんだよ。あ、まずい、気づかれた。急がなきゃ。そうはさせるか。なんだ今の。ここはさっきリトルアバターで来た時と同じ場所だ。宇宙船がひっくり返ったから上と下は逆だけど、相変わらず不気味だな。この中にボスとサブがいるはずだ。あ、何？何？どこ？うわー、あれか。ボス？サブ？え、音が止まった。ボス？サブ？よし。見てくれてありがとう。次回のスパイシーボーイもお楽しみにね。チャンネル登録も忘れんなよ。あとコメント欄にもなんか書いてくれよな。それじゃ、またねー。